おめえ、おえ、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 ちょっと待って、え、え、わっは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 おじ二人がサンバ踊ってる時間長くていいわけねえだろ。サンバ踊れる？レジめっちゃ踊れるよ。やって踊って。受けてないよ。俺もいける。おいあ、見たことある。あのね、あのこち亀のレイコがサンバ踊ってる回があって、それと一緒、それと一緒。おい、なんか、おい、2番みたいの行き出したの、3番の音が。おい、やめろ、踊れ。おい、なんで嫌じゃないの？ねえ、なんでそのサンバを動画撮られてる時間嫌じゃないの？ねえ、おい、おい、やめろ。俺そんなことし、東京出てきたんじゃないんだよ。おい、見たくねえ、おめえのサンバ見に東京出てきたんじゃねえんだ。おい、で今 M1 期間中なんだよ。どうに、そんな時間1秒もねえんだよ。もったいねえだろ、そんなサンバなんか踊ってる時間。ごめんね。いいよ、この曲の終わりフェードアウトしてく感じ。遠くに去っていく様を表すな。サンバの軍団が近くにいたんだけど、移動して遠くに行く様を表すな。あー行っちゃったじゃないんだよ。ブラジルの街、レジ踊ってよ。もう踊ったよ。見せて。大人。俺の踊った時間。違う、じゃあこうレジこう。お前一緒じゃねえかよ。あ、そうだからこう、あ、足な、そうそれでだいぶ変わってくるから、で、ケツも振る。そうはい、ストップ。オッケー、ケツ振って、で、右に左に。お前のサンバ講習なんかやってるからビリなんだな。え、どういうこと？今何これ、11月何週目、2週目、2回目、11月2回目だっぺかな。11月もビリです。嘘だろ。今たった今確定しました。嘘だろ、1位じゃないの。いや、ね、もし、N93 に、サンバ力みたいなところがあるんだとしたら、ポイントで。だったら1位だよ。サンバ力。ないの？サンバ力。その項目ないの？ないに決まってんだろ！N93 のポイントでサンバ力あると思うか？やっていいね。じゃあ1位で。じゃあいいよ、ランキングで見よう。あ、いける、じゃあいける。じゃあいける。俺らもポイントがどうやって入るかわからないけども、もし俺らが5位ビリを脱出できたんだとしたら11月、そしたら多分そのポイントの評価には、の一つにはサンバ力っていうのがあってよくない？あるんだと思うんだよ。うん、だそれがやってないんだもん、サンバはサンバしか。ねえ、いや、これでいけるかとうとう俺らも1位、サンバで。じゃあ俺は楽しみしてる結果を。そんなことより。何？だから準々決勝進出しましたこうだ、こうだ、レイジこう。右に左に、右左だから。あると、ちゃんと胸も出てる、はいはい、で、ケツも出てる、ケツも出てる状態で、羽みたいについてる。そうそうそう、右に左にで、上下、右に左にと上下、そう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 、で、ケツは揺らす。
ストップストップ、そう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 、右に左にやってね、ストップストップ、そうそうそう、でケツをストップストップ、打ち切りです番組。嘘だろ。当たり前だろ。どういうこと、なめんなよラジオ。右に左に、うるせえ、いつまで教えてんだ俺にサンバなあほんまで、うん、俺お前の踊りを見て、うん、見ちゃってる俺もいるしな、なんか見て、え、どうやってやるんだ、吸収でしょ、どうやってやるんだ、吸収でしょ、吸収でしょ、うっさいな返しがそん時の話とかをしろよ、その準々決勝、その時だから先週、うん、直後取ったんだよ M1 3回戦直後で、その結果が何日か後、3日後ぐらいだったか、うん、でその結果を待った時の話とかをしろよ、サンバの講習なんかしてね、うん、右に左に、うるせえって、それやめろ、一生言うな俺の前で、右に左にっていうワード一生言うなよ、嘘だよ、余韻でおめえのサンバが右に左にとかいうワードが出るとで、撮り続けるのよその動画を、東大は。いやだって俺たち人みんなでやってるから。知らねえよ、クビにしたはずだよえ、そうなの、なんでいいんだよそんなさ悲しいこと言わないで、レイジ、ほら東大ほら、ああ、あ、何や、泣いたふりして本当に泣いてるんだったら俺もわかるわ。何？でもこれ泣いたふりだろこれ。ほらで見て見て、顔見て見て、じゃあ顔上げてみて、泣いたふりだぜはい、本格的にクビとなりました、ごめんなさい。嘘だろ、俺のクソツッコミ引き出したんでいや、よかったよ。よく、受けてねえだろ多分、ラジオだからよくわかんねえけど、受けてるとか受けてねえ、でも受けてねえだろ多分よ。何、薄泣きだってみたいな、クソ、いいじゃない、ちゃ落ち着けレイジ、あ、大丈夫大丈夫、少しずつでいいから、このメンタルトレーナー、回復の方に向かわして少しずつでいいから回復の方に向かわして中身な、こいつのアドバイス